え、いけるかって言ったの。わかんない。わかんない。わかんない。どうするの？うわ！いいよ。うん。これはちょっと怪しいな、いろいろとなんか。下ろすキーがわからなくて。うん。おいおいおい。オッケー、俺キーでいきます。どうでした？オッケー。いや、ちょっと今の見えてなかったわ。さあ、行くぞ。あとレオぐらいがちょうどいいでしょ。なんで？オッケー、ちょっとダッシュできない。そうまあまあまあいいけど待って青木さんなあ本物はねえ出てきまくさもないじゃんえ、何ガチで来てんのあ、ピエがダメなんですダメだよ人格ねんでしょ、だってなるほどね俺じゃもうこうやってたもん青木さんはうわ遠くでめっちゃバレてるんだカメの人あれ全然いないもしかあ、いるパティさんがなんかちょっと、はい、俺と一緒に回復してるちょっとどいてくれますかあこれダメだ冒険家メタられるマジどこだ、うん、どこだダメまずい魔女怖い怖い怖いないよこっちかいや怖いあいやーいやいやずるい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 ってずるいずるいずるいよバレたかもずるいよだってタコ足でわかるもんずるい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 ハオさんひどいようわー待ってそういうことするよなずるいよだってこのマップで冒険家無理だよハオさんほらここにいるほらここ冒険家いるここほら待てよほらそこ冒険家のクマがいるじゃんそこほら隠れてるあでもなんかだんだんハマってくる本当に敵がすごいくっそいるこれ誰だ右下積んでんのもういなくなった入ろ入ろいやまたほらほらほらそこいるほらあー青さんには見えないのかオッケーじゃあカティさんえでもなんかちょっとなんか溜まってくるなんか溜まるななんかええいけるかカティさんわかんない。わかんない。わかんない。どう来る？どっから来る？そう頼んだよ。あ、いるいるいる。頼む頼む頼む。お、超えちゃう超えちゃう。あ、オッケー。ダメか。オッケー。お、マジか。ああ。おお。オッケー。粘着粘着。待ってよ。待って待って待って。オッケーオッケーオッケー。やばい。まずそう。おお、マジか。これどのタイプ？やばくない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 ？マジ？あ！あ！オッケー！うわ！いいよ。うん。これはちょっと怪しいな、いろいろとなんか。オッケー、オッケー。怖い。これは。完全に縄は外した感じですか？いや、縄は決めましたけど、決めたんですけど、下ろすキーがわからなくて、おいおいおい、オッケー、俺救助いきます。あ、お願いします。そういう弁明だけ。あー、でも解読結構進んでるな。あ、解読やっぱ結構少ない。これ2台だよ、まだ。どういうことかな。あ、いるいる。え、いなくなった。宝見切ってないですよ、まだ。うまい。オッケー。なるほど。おお。マジか。参る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 。待って待って。なるほど。ああどうしよう。気を使ったよね。使ったっけ？ちょっと気をつけて。ああなるほど。きついなこれは。ボア。オッケー。呪いある？呪いあるけど。うわやばい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 やでもやばいあーどれ当たるんだじゃあいきますオッケーオッケーオッケー解読しといて解読しといてあオッケーじゃあ解読しときますいやーいやーマジかよ今のは検査しといてよかったこれなにこれ道具さ
オッケー。いやちょっと今の見えてなかったわ。いやいや、触手が見えてなかった。くっそ、あと1台新規だよね。これ一気にきついな。だってそもそも救助ができないでしょ。なるほど、そんだけ。救助無理っすね、多分。これきついぞ、もう。行く気がするでも。行くんだ、サルさん、サル。いや、え、バサさん出てるの。おー、おい、まじ、おー、ナイス。おー、マジか、うん、うまっ。逃げろ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 。タコ怖え。暗号機どこだ。はい。あー、でもきつそうだな。どうせこれか。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、逃げて逃げて逃げて。あ、殴ったんだ。じゃあとりあえず解読。なんで、うん、宝見つけてるんで1台はあげれるんですよね。オッケーオッケーオッケー。え、じゃあもうそれでガンガン、じゃんじゃんガンガン、工場上げちゃっていい、上げちゃっていい。いけるいけるいける、まだ。マジか、うん、まで、宝使ったら俺のこと回復しに来てもらう。あ、でも家庭さん、えらいチェスね、割るの。きついな。上がるから。いや、まだ全然。ちょっと俺も起き上がれない。あげます。オッケー、じゃあその後ちょっと。きついな。はい、ちょっと行きます。すぐ。ああ、で、これ。ああ、なるほどね。なるほど。あ、じゃあそしたら解読で。解読で。バドさん、バドさん解読で。家庭さん。え、マジ？あ、それ行くしかねえかな。おっ、あ、でも、バッチョさん、バッチョさん、回復、ちょっと待ってますよ。回復いける、回復いける。マジ？ちょっと待って待って待って。回復がどこ？え、でも、タケコがいいんだよ。厳しい、厳しい。やばい、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 やばい。工場の中、いい感じですか？いや、工場もない、工場はないね。工場もない。え、何？本やばいの？本やばいの？本も先に。これ本やめてくれ、これ、ま、これどこ来てなんだ、どうしよう。これいいよ、バドさん解読で。とりあえず解読しますけど。いや、これ邪魔だな、これ。めっちゃ新規なんですけど、ガッツリ。そうなんだよね。新規ってことは暗号機いるな。あ、そうだ。え、どうしようこれ。え、この子どうしよう。え、もう、え、どうしよう。バドさん解読待って。あっちいる、マジか。いや、今から行って間に合わんよ。あ、もう騎士会入っ、そうそう、入っちゃったんだよ、寝たくのために。あ、絶対だって 50% やったら宝を開くでしょ、きっと。やばいやばい、やめてやめて、ここここ、OK。 やばいぞ、バドさん、宝探した方が良かったかも。そうっすね、宝がもう、あ、無理か、切れてるんで。あ、そっか、実は。よいしょ、おお、オッケー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 。ダメだ、無理やな、仕方ない。はい、カティさん、ママミー、これね、カティさん、俺思った、カティさん、これもうね、分かってる、俺はこれカティさんだって。俺怪しい要素なくない？いや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 、これはカティさん、確かにセカンドチェイスは伸びてた、もう伸びた伸びた伸びた。ただね、まあちょっと考察の時ちょっと話したい、俺は。あるある。え、俺ももう決まってますよ。 OK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 、 うん、はい、じゃあ聞きましょう。え、だってバドさんでしょ。なんでですか？だって最後絶対あんだけ力あって上がらないってことないでしょ。いや、多分新規いいところですよ。早いな、上がらない。ずっとずっと解読だけしてて、でそれで暗号機の位置なんで、あんなもんすよ。待って、あんなもんすよ、あんなもん、正直待って待って、本当に早かった。これ二度とバドさん来てくれなくなるよ。見苦しいさ、怪しいの。俺と解読してた時になんかね、すごい挙動不審で、最初めちゃくちゃ挙動不審で。誰が誰が、いや、カティさんが。俺俺なんか最初なんかすごい挙動不審だったんだよ、カティさん。どこが最初に俺と会った時になんかうろちょろして、なんかどうすればいいのかなみたいな、どう適すればいいのかなみたいな、俺は見えて普通に冒険家最初見つからないから俺らパスになるじゃないですか。まあね、
だから一緒に回復してた方がいいじゃないですか、端っこで。あ、いや、まあそうだけど、もうでもカティさんだっていつものカティさんだと俺とかなんか被ったらそっこでどっか行くから、まずなんで、まずいつものカティさんのキャラじゃないよ、まず特殊なパーティーじゃないですか。カティさんいつもと違うんだもんな。違う違う、全然違う、違かった。言わせてもらいますけど、言わせてもらいますけど、これこれ、あれですよ、理的、もし自分が理的だったら、今回一つも理的な行為してないですから、あの自分の意識としては理的な行為してないですからね、これ、これ普通に本気でやっちゃいましたよ。待って、じゃあ一番最初に、一番最初に戻りますよ。そしたら理的でいいって言ったじゃないですか。外してたの、まず。ちょっとあれしません？一人ずつ整理してきません？はいはいはい、一人ずつ、そうね、まだ将軍さんが怪しい可能性もゼロではないわけです。なるほどなるほど、はい、うん、でも将軍様は俺はないと思いますね。俺はないと思う。俺結構頑張ったし、粘着したし、うん、あのね、アウさんうまかった、マジ。ゆるいさんもね、違う、アウさんずるいってマジで、本当に。それだってタコでロビハイ出たじゃないですか、だって俺実際追われたからね、ファーストで、あのタコに。ずるいよ、素晴らしいって言ったのに。ずるいずるい、青さん。普通にもうどうしようもなかった。これ青さん人狼だよ。これはね。これでカーティーさんでしょう。いや、まだ。でも、じゃあ待ってください。俺救助頑張りましたよ。うん、あの救助マジで本当に綺麗だった。あの救助、うん、俺だったら絶対しないっすよ。自分があれだったら、あそこ救助しなきゃあれじゃないですか、負けじゃないですか。いや、あれはわざと足を食らうなんて余裕ですよ。うん、あ、でもあれを頑張って避けましたから、あれもう自分の中で最高傑作ですよ。あれはマジで綺麗だった。いや、そう、バズさん頑張ってた。うん、頑張ってた。あそこはもう試合決まってましたからね。うん。俺だったらあそこ、あれ理的したら殴られていたなってことだけは伝えますよ。解読はもう、あんなもんっす、俺は。オッケーです、オッケーです。はい、マドさんは、はい、はい、で、一応ニュルイさんも疑っておきますか。あ、どうすか、俺はニュルイさん疑うべき点を考えると、そんなにはでも全然分かんなかったんだよな、ニュルイさん見えてないから。というより俺、その、ちょっと早すぎた、終わり球場で、すぐ速攻飛んだから。そうですね、そう、何もない、申し訳なかった。だから逆にニュルイさんが、うん、人狼だった場合を考えると、うん、うん、純粋にみんな戦ったってことなんですよね。うん、まあ確かに。まあそうですね。ね、まあ二類さん要素がちょっと少ないですね。少ないですね。逆にこれ、逆になんか二類さんがある可能性もゼロではないなと。まあ考えたくもありますよ。うんうん、だから5割解除の時どうなってたんですか、パティさん。5割の時は普通にボマウと、わちゃわちゃしてて、恐怖来ると思ってできなかったですね。とりあえずうるさいよ、アオさん。なるほどね。最初の将軍さんを全く疑わなくて将軍さんでしたパターンがあるんで、ちゃんとニュルイさんも取れておかないと、うん、カティさんだっていう風にして、じゃあ動けばニュルイさん的にはうまいと。決定打を言うと決定打を言うとカティさんが最後下ろさなくてダブルダウンしました。それは勝手さん、ボタンがわからない。俺にしかわかんないことだからあれだよ、討論してもどうしようもないよ。そう、俺が嘘ついてるかもしれない、確かに。まあ確かにね、うん、いや、ニュルイさんはないと思うんだよな、俺。ちょっとこれは俺がニュルイさん降りてって言えばよかったよね、ピータまで行った時に。まあでも俺カウボーイに任せるからな、基本的に。俺に任せる。まあボタンが分からなかったって言ってましたからね。さっきの履歴よりもニュルイさんすごい、ルンルンなんだよな。でもないと思うんだよな、すごい。ああ、なるほど。さっきより、うん。ああ、そういう、まあ、それが本来の人狼の攻め方ですか、ね。これがあるとしたら、まあ即死ぐらいですかね、結構。そうね、隠れてたんですもんね。そう、ずるい、触手検索で冒険家多いからって。アウさん、人狼アウさん。アウさんでしょ、これ。これアウさんだ。そこは間違いないです。よし。そろそろ行きましょう。これは、行きましょうか。はい。行きますか。まあ、安牌だろうな。はい。じゃあ、アウさんお願いします。はい。あ、じゃあ、はい。じゃあ、準備大丈夫か。はい、大丈夫です。はい。じゃあ、お願いします。はい。はい。はい。
まあ、そうだね。やば。はい。はい。じゃあ、正解は。はい。カティさんですね。いやーやだよね。マジか、あれでバレる。いや、ダブルでやっちまったらやっぱきついんじゃないですか。ボタンミスはマジですか。うん。いや、てか、ほんと今回、純粋に履歴しないですもん。俺ね、だから、俺ね、もう一番最初じゃなかったよ、まあまあ、カティさんって。まあ、確かに。一番最初ね、すごい挙動不審だったの、動きが。そういうことか。解読の時。の、うろちょろしてるの、ずっと。なんで、うろちょろもしてるつもりもないし、まず、二塁さんとかいいんだけど、二塁さんの5割救助もわざとじゃないし。まあ、5割救助は確かにわざとではなかった。うん。逆に、翔吾さんとは疑われるかな。最後普通にチェイスしたから俺的にはちょっとね履歴、うん、全然できなかった履歴不十分いや履歴十分っすよやっちゃったなマジか自分が人狼って気づかなかったんだよ多分、うん、ダメだったね実は人狼でした、うん、気づかなかったそうだな、うん、反応反応だったなプレイングよりも、うん、いやこれは桃川さんごめんなさい全然違う今回は今回はアウサンすよ人狼だって本当だよめちゃくちゃ有利なハンター選んでからさだってピエゴもダメだしタコも大丈夫俺絶対白黒で来てくれると思ったのに嘘つきアウサンの